ここ大分市の大分東明高校では普通科や商業科など4つの学科で朝から試験が始まりました。定員合わせて440人に対し2765人が受験していて、倍率は 6.28 倍となっています。最も倍率の高い普通科の特別進学コースには40人の定員に対して1586人が志願しています。受験生たちは国語や英語など5教科の筆記試験などに真剣な様子で挑んでいました。